神の悪五郎は、日本の妖怪。怪談、稲尾木家録で、山本五郎左衛門が語る中に登場する。聖の、神野は、稲尾木家録を描いた古典の絵巻のうち、怪談の由来兵が、稲庭木家録によるもので、稲尾武史太夫一大記では、真の悪五郎、稲尾木家録絵巻では、間の悪五郎、稲庭木家録では、神の悪五郎、稲尾平太郎物語、 稲尾愛、綾やかし稲手もっけきでは、真の悪五郎とされる、稲尾武史太夫一大器。向かって、右端に、魔の悪五郎とされる冠無理族姿のものが、現れている。多くの絵巻では、五郎左衛門がこの物語の主人公、稲尾平太郎に語る中に登場するのみだが、稲尾武史太夫一大器では、五郎左衛門が、舞太夫に、まず、悪五郎を、 目の前に引き連れて、見せ申すべしと言い、豚優が背後を見ると、冠装束族姿の者が、半身の状態で現れたとある。ただし、稲尾もっけ六絵巻など多くの絵巻では、この、冠装束族姿の者は、豚優を守護する氏神とされており、稲尾武史太夫一大域で、あたかも五郎左衛門が悪五郎を豚優の目の前に、連れてきたように描かれているのは、 文章の不整合のためと指摘されている。映画、妖怪大戦争の設定では、広島の妖怪、魔物たちを束ねる魔王の一人であり、その支配は、インド、中国、日本という広域に及ぶとされる。山ん本五郎左衛門と魔界の派遣を争ったが、妖怪世界の長老である妖怪大沖菜の仲裁により、現在は山ん本と共に大沖菜に仕える。 頭の回転が早く討論では、妖怪の中に並ぶ者はいない。宮治水位の異教微暴録では、魔界の十三の悪魔の頭領の一人であり、神の悪五郎日陰の名で、第六の魔王とされている。神のを含む魔王たちの風貌については、皆神逆立ちで、頂上下に似たるものを服したり、常に形を変化することをなさず、主従様々な形をして半身、あるいは三目。 あるいは、死で一足、あるいはむくび大足、あるいは横面大口、あるいは大戸一代目と種々変化して異形を見するなりと記述されている。また同書では、稲尾も家禄の舞台でもある、微前国の菊間山に悪五郎が立ち寄ることがあり、山頂付近には、大杉という木の上に光物があり、この山に風景のある時には、この、 大杉の近辺に立ち寄ってはならないとしている。ありがとうございます。